20世紀の近代性の元となったのは昔からの工芸技術ではなく新しい科学技術でした。19世紀末のパリジャンにとって新しい科学技術はこのエッフェル塔に象徴されています。このエッフェル塔は当時世界で最も高い建造物で、新しい機械時代のバベルの塔でした。高さ300メートルを超えるこの塔は完成までに1年半近くかかりました。これができてからやがて100年になります。1851年のロンドンの万国博覧会以後、ヨーロッパの列強は自国の工業力を示すために万国博覧会を計画し始めました。パリはフランス革命100周年を記念して1889年に万国博覧会を開きました。エッフェル塔はその1889年のパリ万国博覧会の象徴として建設されましたが、これを設計したのは建築家ではなく土木技術者のギュスターブ・エッフェルでした。これは新しい機械時代のエネルギーを静止した状態で表現した作品でした。エッフェル塔を見て19世紀末のヨーロッパの支配階級は、科学技術の進歩によって自分たちは改めて世界に君臨できると考えました。資本家たちは機械をこの上なく従順な疲れを知らぬ奴隷と見ました。当時のフランスの前衛詩人ギオーム・アポリネールはある詩の中で次のようなことを言っています。20世紀にして我らはようやくイエス・キリストのごとく空を昇りゆく。当時この塔は今日の宇宙ロケットにも匹敵するものだったのです。世界はすでに水平空間を征服していました。その最たるものは鉄道です。列車や自動車などいわゆる車輪を持った機械は人々の場所の観念を変え始めました。より多くの世界がより少ない時間で手に入るようになったからです。ことに自動車は技術工学の前衛で新しい世界を切り開いたという点では芸術の前衛と一脈相通じていました。未来を目に見える形で見せてくれたのは実は自動車で、これはその最初の彫刻です。1895年のパリ・ボルドー往復レースの記念碑です。そのレースでエミール・ルバソールという機械技師が自ら設計して作った車で見事優勝したのです。レースといっても今日から見ればその速度はたかが知れています。しかしながらルバソールの車は社会的に大きな影響を与えました。それは将来車が有力な交通機関になるということを示したからです。それまで石油で動くエンジンより電気や蒸気で動くエンジンしか世間は考えていなかったのです。ところで金属でできている自動車を石で表現したこのアイデアは超現実主義的に見えます。単純に言って金属と石とでは調和しないからです。これが人間の体だと石でも違和感がありません。それは私たちが石の彫刻の長い伝統に馴染んできているからです。しかし機械を石で表現するという伝統はなく、これはこれだけでも新しい時代を物語る作品でした。
物を見る条件も変わり始めていました。例えばエッフェル塔で肝心なことは地上から見た塔の眺めではなく塔から見た地上の眺めでした。それまで空から地上を見たのは気球に乗ったほんの少数の人だけでした。やがて飛行機が現れパイロットたちが同じ眺めを目にしますが、エッフェル塔は大勢の人に地上の模様を空から見る機会を与えたのです。上空から見るパリの眺めは1889年当時には大きな意味がありました。それは80年後月から見た地球の眺めに匹敵するものでした。科学技術の目覚ましい進歩で文化はあらゆる面で変化してきました。エジソンが蓄音機に続いて白熱電灯を発明したのは1879年のことです。電気は新しい強力な光をもたらし、人々の生活に豊かな明るい未来を約束しました。1895年、リュミエール兄弟は撮影機と映写機を発明しました。映画の誕生です。1898年にはキュリー夫人がラジウムを発見。1901年にはマルコーニが大西洋を越えてイギリスとアメリカを結ぶ無線電信に初めて成功しました。その2年後、1903年にはライト兄弟がグライダーに発動機とプロペラをつけて飛行機を発明し、この空気よりも重い機械で人類史上初めて空を飛ぶという偉業を成し遂げました。さらに2年後、1905年にはアインシュタインが特殊相対性理論を発表。ニュートン以来の人間の宇宙観に最大の変化をもたらすことになります。 1913年、自動車王ヘンリー・フォードは大量生産方式によって自動車を金持ちのおもちゃから一般大衆の足にしました。ライト兄弟から6年後、1909年にはフランスの飛行家ルイ・ブレリオが早くも英仏海峡横断飛行に成功しています。1913年、フランスの作家シャルル・ペギーはこう言いました。イエス・キリストの時代からこの方、世界が最近30年間に経験したほど目まぐるしい変化を見せた時代はなかった。その通りでした。人々は世の中があらゆる面で急速に変わっていくのを肌で感じていました。この変化は新しい黄金時代の到来を感じさせました。それは一つの歴史が終わり、また別の歴史が始まるということでもありました。ブレビオがイギリス海峡を飛んで間もなく、その小さな飛行機はパリのある教会に安置されました。つまり神聖なものとして祭り上げたのです。しかし神聖なものが必ずしも神になるとは限りません。1880年から1914年に至る間の変化はあまりにも大きく、この結果芸術家は戸惑いさえ感じたのです。例えば科学技術による変化に伴って意識も大きく変わりましたが、それを反映する絵画は可能であろうかとか、機械と同じ迫力を持った芸術作品、つまり機械時代にふさわしい芸術作品はどうしたらできるか。絵画の場合で言えば、こうした平面的なカンバスの上に絵の具を塗りつけるだけのことで、物の動きとかあるいは変化はどうしたら表現できるか、これは問題でした。この問題に最初に挑戦したのがキュビスト、つまり立体派です。